第8号、前田市緑地とは、福岡県福岡市東区前田市山頂目265のに、前田市指定目193から1に存在する緑地帯である。東区場出港区には10カ所の公園が存在するが、本公園は最大の敷地面積を誇っている。エントランスとオブジェイシ畳の遊歩道に併設された。 バリアフリーの動力地帯としての性格ともに、自動遊園としても整備されている。エントランスにはオブジェが設置されている。遊園地としては児童向けの遊具や、水飲み場が設置されている。緑地帯としては遊歩道や芝生が設置され、広い年齢層の市民に憩いを提供するべく、工夫されている。日中には、付近の高層住宅に住む終焉前の幼児を育てる。 母親と幼児の公演デビューの場となり、地域コミュニティへの参加の機会を与える場を提供している。同時にバリアフリーに考慮された遊歩道は日向ぼっこをする高齢者に憩いの場を提供している。本寺は福岡中学校に隣接しており、平日の夕方には生徒の利用が見られる。また付近には夢タウン博多が存在し、 休日には幼児を連れた親子連れで賑わう。本緑地は国道3号に沿って設置されているので外部からの視認性も良く学校関係者の目も行き届き子供たちを安心して遊ばせることができるという特徴がある。このように本公園は季節と時間帯ごとに様々なカテゴリーの市民に安らぎの場とコミュニティの機会を提供する。 結節機関としての役割を果たしている。周囲の住宅地とのコラボレーション本来、前田市緑地の敷地部分は、江戸時代中期以前には会場にあり、明治になって本格的な埋め立てにより干拓されたものである。当時は、汁塗装の上に木庫で土砂を運ぶという人海戦術によって干拓が行われた。それ以前は、海岸線の大半が自然海岸であって、 白車聖章と歌われていたが、現在の前橋緑地からは、直接的に当時の縁を忍ぶすべはない。大正14年博多湾鉄道基線が、新博多と和城間の間に、路面電車を付設した。昭和元年には、宮寺学まで延伸されている。同社は、合併を経て、西鉄線となった後、昭和26年には、宮寺学と津谷崎間が開業している。 昭和29年には、西鉄たたら以南の3.3キロが分離され、路面電車の西鉄福岡市内線と一体、運行されるようになったが、海津海南は昭和44年の福岡市内線全廃時に廃止され、敷地は鉄道施設としての役割を得ることになった。この西鉄宮寺学線の廃線後の廃止後、昭和55年、線路上の敷地を、 福岡市が購入して3年間の歳月を費やし、福岡県の前出地区再開発の一環として、公園として整備されたものである。本緑地は、周囲の低層の住宅地と調和した住居と公園との一体化した、衣装を成しており、ガーデンシティとしての趣きを醸し出している。近接の地を、北緑地、宮地学園の歴史の主催については同行を参照の、 ことしたがって、第8号、前田市公園はもともと公園を意図して計画されたものではないので、敷地も鉄道の路線に沿って細長い形をしている。緑地の入り口付近には、前田市三丁目停車場が存在したが、現在はその痕跡は確認できない。現在は路線に代わって、西鉄バスが運行されており、前田市三丁目のバス停が存在する。 本公園は第8号緑地として独立したものではなく行政区分上一連の連番がついた緑地群を成している。上述のような変則的な設置の経過を振り返ると、前田市緑地は明治以降の福岡の近代化の足跡をたどることのできる貴重な史跡としても市民に高額の機会を提供していると言えるだろう。前田市緑地の一部に隣接している。 小さな公園である。第8号緑地が自動遊園としての性格が強いのに対して、本寺は遊具は砂場と水道供給施設のみで、総年層、シニア層に利用者のターゲットを絞り込んだ衣装となっている。前田市緑地の木々の木陰に当たる部分にベンチが設置され、下記には日差しを避ける工夫がなされており、夕方及び夜間の利用者向けに、 街灯が設置され防犯上の考慮がなされている。遊歩道から望む、夢タウン、博多国道3号をまたぐ、歩道橋、第8号、前田市公園の延長線上に、国道3号をまたいだ、急線路上の敷地に、夢タウン博多が存在し、福岡県道517号から、夢タウンまで緑地内を通って移動することが可能である。本緑地と、 夢タウン博多を隔てる国道3号には歩道橋が設置されており子供連れでも安全に行き来が可能である。清掃用具保管庫緑地の管理は前田市緑地愛護会が福岡市より委託され住民自治による自主的管理が行われているモデルケースとなっている。動力地内には清掃用具保管庫が存在し、清掃用具が保管されている。 福岡市交通局箱崎宮前駅、前田市九大病院前駅。ありがとうございます。